有用膜類とは、獅子動物のうち、発生の初期段階に肺が葉膜を持つものの総称。単に葉膜類ともいい、英語からそのまま、オムニオタと呼ぶこともある。また、エラを持たないことから、ムエラ類とも呼ばれる。有用膜類が分岐して、爬虫類や哺乳類が生まれた。有用膜類そのものは、両生類には分類されない。分岐分類では有用膜類も両生類に、 内包される。石炭気候期に獅子動物類の両生類から進化した。両生類の中からは陸上産卵する系統が何度も進化しているが、葉膜はこうした系統の一つで陸上に産み付けられた卵黄の多い大型卵の中で肺の呼吸を容易にする呼吸器官として進化したと考えられている。葉膜の存在によって陸上で 大型の肺が呼吸することが容易になったのみならず、陸上において、洋膜来るという、生理的に、ホメオスタシスのコントロール下に置かれた空間の中で、肺が発生することが可能になり、発生プロセスにおいて、外界の環境変動から肺を保護することが、より容易になった。さらに、乱獲の進化によって、水分の蒸散が抑えられ、また発生に必要な水分の貯蔵庫として、 保水性の強い卵アルブミンからなる卵白が進化したことによって水辺以外にも生息範囲を広げることが容易になった。有用膜類は両生類から石炭期の後期約3億1200万年前に分岐した。有用膜類は初期に竜油ミ類と単油ミ類の2系統に分化した。後に竜油ミ類の系統から爬虫類が単油ミ類の系統から哺乳類が生まれた。 祖先的な状態では、有用膜類は殻に守られた卵を産む。卵の中で、神経排気以降に肺体外域の細胞が持ち上がって、葉膜シビラを作る。それが肺体の髪型で融合して、葉膜となり、閉ざされた空間を作る。またこの時他の肺膜なども作られる。霊長類などでは、葉膜空の作り方がやや異なっている。溶膜シビラを作ることなく、 肺腕法の外肺葉部分に、最初から空所として現れ、その空間が増大して、肺を包み込んでいく。有用膜類の中には、卵体制になったものや、体制になったものもある。は絶滅ベントン MJ& ドナヒュー PCJ2006 ペイリアンタロジクルエビデンス2デートザツリーオブライフ、モレキュラーバイオロジーエボリューション、24、26、53、 ありがとうございます。